皆さんこんにちは。株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは単純接触効果でトップセールスを狙うというテーマでお届けいたします。あなたは単純接触効果という言葉を聞いたことがあるでしょうか。もともとは心理学のね、世界の言葉なんですけども、読んで字のごとく単純に接触するというね、例えば、毎日会う人、毎日会えば1ヶ月で30回ね、それが1回1分でもいいんですよ。で30日だと1分かける30日でわずか30分です。でもう一人の人は1ヶ月に1回来ます。で30分間会うわけですよ。時間は前者と同じですよね。同じ30分。だけど会っている回数は前者が30回。で、後者はわずか1回なんです。さて、この2人、どちらの方が相手に好かれるでしょうかというね。これがいわゆる単純接触効果ってやつなんです。1回の接触時間は短くても、とにかく回数を会った方が、相手と仲良くなれるし、距離感は縮まる。つまり、そこには信頼関係なんかも生まれてくるとね。こういった理屈が、単純接触効果というものです。実は私、この単純接触効果は昔から結構使っています。で、私のですね、知り合いの営業の方とかで使っている方は意外と少ないんです。そんな中でも、お一人ですね、生命保険の営業マンでもベテランの方です。今からですね、2年ちょっと前ぐらいかな、にその方の方からですね、あるところでお会いしたんですけども、決算になったら、うちの会社のね、その時にですね、一度、法人向けの保険を提案させてほしいということでですね、そんな約束をしたわけです。で、決算の1ヶ月ぐらい前になったら、そのですね、セールスマンの方から連絡が来まして、そろそろ来月決算だと思うんですけども、以前約束した、提案をちょっと1回やらせてほしいということで、1回お会いしました。それで、会社のですね、法人の保険に加入したというわけですね。ここまではいいですよね。で、ほとんどの営業マンっていうのは、1回、保険の場合ね、加入したら、その後のフォローってのはなかなかしづらい。で、そうですね、私の知り合いでも別の保険のセールスマンいますけども、その方にも保険は僕3つぐらい入ってるんですけども、ニュースレターって呼ばれるものを、そうですね、4ヶ月に1回ぐらいかな、下手すと半年に1回ぐらい郵送でこう送られてくると。あとは時々電話がかかってきたりとか、その程度なわけですよね。ところが先ほど紹介したですね、ベテランの営業マンなんですけども、法人保険に入った後はですね、毎月1回実はずっと会ってたんです。なぜかって言いますと、先方から連絡が来て、実はこんな情報があるんだということで、社長の味方っていうですね、新聞があるんです。そういう新聞を発行してる会社があるんですけども、そこからそういう新聞を仕入れて、経営者のね、お客様のとこでしょうね。経営者にそういう新聞をお持ちしてるんです。で、郵送でも当然できると思うんですけど、ポイントはですね、いちいちアポを取ってその新聞を手渡しする。で、その時に、雑談でも何でもいいんだけど、ちょっと話をする。2、30分ぐらいね、コーヒーを飲みながら。それを毎月こう続けてきたわけですよ。そうこうしてるうちにですね、個人的に家族で入ってる保険っていうのはありますよね。私も入ってますし、妻も入ってます。そして長男も当然入ってます。なので、我が家には3つほどこう保険に入ってる人がいるんですが、そんな話にもなるわけです。で、毎月会ってるんで、そろそろ実は、個人的に入ってる生命保険も、更新だとか乗り換えのね、そんな話が、そろそろ来るでしょうみたいなね、ことを言われると、いや、そうなんですよと言って、そこの場合でも、一回ちょっと何か良ければ見させてもらって、何かアドバイスできることがあると思うんで、ということで、いろいろと相談に乗ってもらってたわけです。で、結果どうなったかって言ったら、その個人のね、私と妻と長男の保険も、結局そのベテランのですね、セールスマンにお任せするということにしたわけなんです。
ね。でここなんですよ。だから単純接触効果っていうのは別に売り込みをですね強力にするっていうねインパクトはないんですけども、これこそがねやっぱり自然の流れで、まあなんだろうな、自分のペースに持ち込める、技だと思うんです。そしてこれは誰でもできると思います。特別セールストークがうまくなくても、すごいインパクトがなくても、とにかくちょっとずつでもいいんで、まあ、見込み客だったりとか既存の顧客に、定期的にこう会っていくと、まあ、それだけでも十分な効果が得られますよということなので、この単純接触効果をですねフルに活かしてトップセールスを目指そうというね、まあそんなあの考えもありだと思うんです。でトップセールスって言われる人は意外と地味なことをコツ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 やってますから、うん、で単純接触効果は会うっていうのが当然一番いいですけど、今はその他にもメールがあったりとか、うん、ありますよね。メールでもいいし LINE もありますし、まあ、メッセンジャーとかねそういうのを使ってもいいでしょうし、郵送するのも一つの手です。まあ、いろんなものを組み合わせていって、まあ、相手に会ったような気にさせるね、まあ、それは非常に重要だと思うんですね。そうするとどういうことが起こるかっていうと、うん、まあ、先ほどの例で言えば保険だったら何々さんだよねって言って、まあ、マインドシェアって言いますけど、保険のことだったらその人をまず思い出すようなね、まあ、そういうふうになってくるわけです。そうしたら保険のことを考えたら気になっている、いや実は孫が生まれたんで保険にね入らなきゃダメだとか、いろんなことがあると思いますけども、その時にその人ので一番最初に思い出されるというね。でそうやって自然な流れで受注ができるようになるんではないかなと。でそういう人を何人持ってるか、これ非常に重要ですよね。まあ、あの人間のやることなんで対面でそれをやってたら限界はもちろんありますけども、まあ限界はあるんだけど、あとはいろんなさっき言ったみたいなメール使うとか郵送使うとか、まあ、いろんなやり方があるので、そういうのを組み合わせていって、まあそういった見込み客にもランクつけていくわけですね。 A ランク、 B ランク、 C ランクとか。 A ランクは毎月1回とにかく対面アポを取って対面で20分間ぐらいあると。で B ランクの方は2ヶ月に1回会う。だけど会わない月は郵送、例えばニュースレターをね郵送にするとか。で C ランクの方はもう毎月郵送にしてしまうとかね、まあ、こういうふうに分けていけばですね、限りあるリソースの中でも、数多くのですね見込み客をフォローできるんじゃないかなということです。まあ今日はですね単純接触効果を生かしてですね、なんとかトップセールスを狙っていこうというね、まあそんな話をさせていただきましたけども、これは無理なくできる方法ですので、ぜひお試しください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。